なんだい。仕方ない。あ？なんだい。なんだい。どうすべきか。よし。
おう。様を信じよI'm gonna get you down.
よし。こっちの準備は万端だ。早速巫女の嬢ちゃん助けに行くんだろう。ここが竜宮神殿ね。ビルガ島から近そうだけど、海流はどうかしら。さて、承知だな。よし、出発だ。やってやるか。
群島域の複雑な海流を越え、見えてきたのは竜宮神殿。ビルガ島の北、無人の離島に佇む竜神を祀る神殿である。上陸前から早くも風が不穏な銃声を運んでくる。探索は愚か、踏み入ることすら試練なくしては叶わないかもしれない。まがまがしいマグラが渦巻く島の岸辺へ凱旋者は身を寄せていく。潮の流れがいいのか、思ったより早かったわね。どうした兄貴、迷いか？違う。それよりあいつら気にしてろ。槍を持ち逃げする気かもしれない。心配しすぎだろ。兄貴は疑い出すとすげえな。あれが竜宮神殿か。思った通りね。昔資料で見たこの感じ、間違いなく遺跡だわ。聖教が島に手を出さないのはこの中を誰にも見せないためかもしれない。別に見たくもないけどね。予想通りマグラの淀みがすごい。中きっと怪物だらけよ。強化現象、一体何なんだろうな。厄介事を抱えた時に限って出くわす気がする。実際無関係じゃないのかもな。魔法は魔導器なしでも使えるわけだ。言い換えればマグラは人の心だけで操れるってことだろう。人の心が引き起こしていると言いたいのか。おい、長話してる場合か。とっとと行こうぜ。そうね、今は急ぎましょう。行くわよ。いいか。口が、これはどういう状況だ。これって巨木だよね。なんだか妙にマグラを感じるけど。力ずくでどかすしかあるまい。刃が通らん。樹木って硬さじゃない、強化のせいか。しょっぱなからだらしねえな。ちょっとどいてろ。兄貴、どうした？平気だ。ちょっとふらついた。兄貴、体が熱い。なんで？ちょっと見せてみろ。
足の怪我のせいだ。運で炎症もひどい。なぜこんなになるまで黙っていた。俺のことはいい。真っ先に傷で出た熱は命に関わるぞ。引き返すべきだ。そうだぜ兄貴、すぐ治療を。走りよ、俺の言うこと聞けないのか。あんた、自分が死んでもいいと思ってんなら許さないわよ。ちゃんと人を頼りなさい。それが本当の戦士ってもんでしょ。ごめんな、兄貴の命令でも今回ばかりは聞けねえ。バカかよ。あっ、里に戻りましょう。一刻を争うわ。その転移魔法を使うしか。そっか、見られちゃうのは。でも今回は仕方ないよ。どの道このままじゃ神殿に入れないし、方法がないかについても誰かに聞いてみましょう。バジリオ、凱旋者の寝台へ運んで。あと、出発したら絶対部屋出たり外見たりしちゃダメよ。ぶっ飛ばして帰るから。わかった。え、おう、はい。神王が決する日にまた一日近づく。それにしても、でも、そうだな。
こうか。どうすべきか。どうも。教えてほしいか。ねえ。なるほど。さて、どこにしようか。行こっか。え？よ。まあ。よし。よし。さて。教えてほしいか。なんだ。さて、すぐに行こう。頼む。そういえば、さて行こう。ん？
頑張りましょう。やってあげようよ。さて行こう。全員集まったようだぞ。さてここはそこなら。やるか。何しようか。よし。群島域の複雑な海流を越え見えてきたのは竜宮神殿。ビルガ島の北無人の離島に佇む竜神を祀る神殿である。いまだ禍々しいマグラ渦巻く島の岸辺へ再び凱旋者は身を寄せていく。さてどうする。いいか？どうする？お願いね。なあ、恥ずかしく行くぞ。燃えろ。逆転に命中。
貴族やるぞ。頼んだよ。相手をよ行くぞ。燃えろ。おめら本物か。この力なら任せてどうぞ。よくもらって。うん、誰か待ってよ。どうもし、私はまだ立っているぞ。参る、もらっていくぞ。お宝いただき、マジシャン炎よ。一戦に命中、合わせていくぞ。マジックライト、燃えろ。王者の力よ。突撃、マジシャン。ちょっと間合いを取る。王者の魂をここに。マイル、毒炎。落ち着いて、この力で。燃えろ。この力なら頼んだよ。状況を確認する。いや、マジックナイト、炎の力よ。キュルケンベルグの攻撃が弱点に命中。発生術だ。戦いざめの体力が減ってる。回復を優先して。ここまでか。誰か手当てを。行くぞ。炎よ。弱点に命中。貴族として責務は果たすさ。悪はただす。こんなとこだな。だが、そうね。進むわよ。